今先ほど断髪式に行ってきました。1ヶ月半ぶりぐらいかな。でも結べる長さです。ここぐらいまであったの。一応肩ちょっと鎖骨こするかなぐらいの長さだったんですけど、あれよあれよと切っちゃいました。ワンレンボブっていうのかな、こういうの。短くない？よくない？ワンレンボブ系です。夏っぽいってきてる。夏っぽい、わかる。まつげパーマもバッチリです。さあ、今平日だよね。木曜日。みんな仕事してる人も多いと思いますが、これ見れてる方は在宅勤務の方かな。暑いね、外が。すごく暑い。あ、お仕事中です、だって。すごいね。なんか東京もすごい暑いっちゃ暑いんですけども、私も移動しただけで即汗かいちゃった。バイト終わりでのんびりしてます。あ、いい。あ、かき氷作ればよかったな、暑すぎて。キッカちゃんのワンレンボブ憧れてチャレンジしましたが似合わなくてすぐ戻しました。すごい、もうすぐ戻すってすごくない？どうやってつなぎ合わせんの？切った髪の毛。すごい。さあ、ギフト JSM さんありがとうございます。髪切った自慢配信か。はい。なんか今かなと思って配信するの。でもさ、自慢とかじゃないんだけどさ、私、最近今年に入って、自分って何集めるのが癖なのかな？癖っていうか癖なのかなと思った時に、いつかのショールームの配信中に、私、バッグを集めるのが好きみたいっていうのに今年気づいたんです。で、最近お気に入りの、私の中で一軍のバッグを見つけたの。ちょっとみんな共感してくれるかな？髪切りに行った時の美容師さんはね、お知り合いの方は可愛いって言ってくれた。男性の方だけど。行くよ。ねえ、私だけこれ可愛いと思うの。2色買いしちゃったもん。ね、透けてるの。え、わかるよね、可愛さ。私の中の今、昨日買ったばっかりなんですけど、一軍。これ透けちゃうのよ。わかるよ。私いつもカバンとか汚いからさ、ほら、こうやって透けるんだけど、そんなわかんないでしょ？どう思う？かわいいよね。そう、バッグを集めるのがね、すごい好きなんですけど、あ、黒い方がいいな、だって。白とかいろんな色があるの、これ。アサリ入れる袋だ。あ、確かに。似てる。こうやって縛れて。緑好きだねーって来てる。私、緑好きみたい。なんか、今持ってるバッグ、これも、付録のやつなんだけど、これも緑で、唯一この緑、バッグずっと使ってる。でも今年はこのバッグ一本で行くんだ。この透けてる感じ。スケバッグは今年また流行ってるようだって。アパレル系です。あ、アッシュさんはアパレルの方なんだ。ほら、透けてるバッグ。でも私の性格上さ、これさ、どうやったら綺麗に見えると思う？なんかビニール袋かませばいいのかな？なんか、こじゃれたさ、袋なんて持ってないんだよね。でも、これぐらい、ここに入れたら可愛いかな。これで、
なんか変じゃない？こういうのさ、どうすればいいんだろう。可愛くない？あ、これ可愛いね。緑トレンド。うん。メッシュはちょっと嫌かも。なんでなんで？なんかすごい今年一いい買い物したなと思う。別にいい買い物かどうかわかんないけど。メッシュのバッグ良すぎるでしょ、ほら。こうやって持っても可愛いかな。緑ちょっと変か。緑にか、緑。最近のお気に入りバッグでした、私の。昨日見つけて、たまたま。で、昨日買って、もう私の中での一軍です。もう強い、最強。色は服装次第だよね。気に入ってるならいい買い物ですよ。最近みんな買ったもので、ああ、これ買ってよかったなって思ったものありますか？なんか最近、ちょっと私買い物しすぎなのかな？なんかすごいいっぱい袋から出してる気がする。スイカ入れたらしましまだけ見えるんかな？見えるかなって。そうだね、これ入れてみようかな今度。かわいいよね。スマホ安いのだけど新しくした。あ、自転車買ったっていう人。あー、いいな自転車。私も電動の自転車買いたいんですけど盗まれそうなんでやめてます。さあ、初見さんありがとうございます。コーヒー用に保温のタンブラー。え、熱いの飲むの？冷たいのだ。古着のベストはいいですね。これからですが、バイク買う予定です。現在、中型免許の見極め待ち。何も買ってない。あー、そっか。なんか、物欲がある、なんか欲しいものって、なんか時期によって。あ、キャンプ用品買っただって。え、いいじゃないですか。何買ったんだろう、キャンプ用品の。エアコン壊れたのでエアコン買いたい。ハローワークさん。もう、買って。ほんと命に関わってくるから、エアコンが効かないってなってくると。でも、エアコンとかも半導体とかでさ、入荷待ちとかになるのかな。半導体使ってるかわかんないけど。そもそも半導体って何？っていうところから始まる。エアコンは買ってください。もう、補助的なのでいいから、扇風機からまず買った方がいいだもん。変わった形のマウス。へぇ。新しいジーンズ2本買った。あ、意外と皆さん買い物してますね。2年ぶりぐらいにドストライクのサンダルに出会いました。どこのやつだろう。ドストライクなもの。ああ、サンダル欲しいっていう人。おすすめ。私は一番サンダル好きなのは、マーチン系のサンダルは、もう同じの2足目ですね。もうサンダルだよ、みんな。靴で歩いてる人なんているの？こんな暑いのに。サンダル履かないと。最近買ったマスク、これにした。カラーマスク。かわいい、ここの。あ、なんか今の髪型に似合うね、このマスク。そういえば、靴底がもげそうだから靴買わないと。すごいね。暑いからもげてんじゃない？下の地面が、アスファルトが熱すぎて、もげちゃったね。あと歩きすぎかどうか。いや、そんなこんなで髪を切って、すっきりしてます、私今。まあ、アレンジとかあんまりしないタイプなんで、あれなんですよ。すごい気に入ってる。
さあ、ギフトロンゲさんふワクワクさんアンさんから追加でいただいてます。ありがとうございます。なんか東京も先ほど速報があったんですけど、あれなんですよね、なんか全国、あ、東京3万人超えちゃうみたいな話になってますが、3万超えは史上最強ですね。最高な、最高じゃない、史上最高な人数。史上最高な人数。あれ、最高ってあってる？最高じゃないの？別に最高ではないけど。史上最強、最高か。かなりね、増えたんで皆さん気をつけてください。全国的に増えてる。そうだね。前髪って作ったことないんですね。はい、しばらくありません。私の中での前髪って多分これなんですよ。もう本当ワンレンボブ長いよね。そう考えた多分こうだから。ほら長い。これが私。もうかき氷食べましたか？まだ食べてないです。なんかいつもかき氷機用意するんですけど、出しやすいところに。でもなんだかんだ食べないよね。一回食べたら満足しちゃう。だから今年もあんま食べないです。でも暑そうなのでみんなもちゃんと水分取ってください。あ、史上最多ですね。最多って、ね、史上最多人数。本当に怖い。かかっちゃうよ、また。周りでもかかってる人もやっぱり多いですもんね。グループアイドルさんとかも特に。大変だ。気をつけましょう。もちろん私今年は今週末土曜日フェスの方に、茨城でやるフェスにお客さんとして行くんですけども、ちょっと気をつけながら、まあ広いからね。でもマスクして暑そう。楽しみです。あ、日焼けにも注意してください。はい、もちろんです。よっちさん、髪いい感じですね。ありがとうございます。嬉しい。髪もじゃなくて、ここ、まつげも見てほしい、みんなに。すっごいパッチリじゃない？チクチクする。SNS でいっぱい宣伝しましょう。はい、フェス、私全然 SNS 更新しないタイプなんですけど、フェスの時はいっぱい更新するんで、みんなも追っかけてきてください。楽しみ、すごく楽しみです。頑張れそう。いっぱい更新しよう。なぜか三ツ矢サイダーのコーラを宣伝してたな。ああ。なんかね、さっき美容室にいた時に喉が渇きすぎちゃって、髪の毛染めて、なんかビターって染めて、ここにテープ巻かれてる時に喉が渇きすぎて、近くに自動販売機があったからそのまま買いに行こうかなと思ったの。その格好で、その姿のまま。そしたら美容師さんに止められて、
僕が買ってきますんでって止められて、で、コーラがありますみたいなの電話で言われて、コーラがいいですって言ってコーラ買ってきてもらったら、なんか渋いね、クラフトコーラみたいなの飲んだことあるかな、私初めて見たんですけど、飲んだことあるかな、あ、ソーダで割って飲むタイプ、へえ、そうなんだ、それね、クラフトコーラって言って、なんかちょっと渋めの、飲んだことある？ソーダで割って飲むタイプなんだ。なんかちょっとね、ドクターペッパーに近いかなーって感じの。え、自販機に売ってるんだ。え、売ってました。なんか薄かったよ、クラフトコーラ。うん。なんか不思議な味。全部だから飲めなかったです。コーラって美味しく飲める量あるよね。なんか缶一本じゃ美味しく飲めない。私すごい最近好きなのは、ビールとかでもよくあるんですけど、普通の缶のさ、缶ビールとか缶コーラって、まあ、こんぐらいじゃないですか。でもすっごいちっちゃいの売ってる、飲み切りサイズ的なやつ、わかります？飲み切りタイプのちっちゃいミニチュアの缶で売ってる飲み物、あの量だったらコーラを美味しく飲めそうな気がする。でも初めてね、飲みました、クラフトコーラ。コーラは瓶が美味しい。うん、わかる。お盆のお供えを、あれだ、もう少しで四十九日だ。世の中はね、もう少しで四十九日ってかお盆だ。お墓参り行きたいですけど、東京がまた増えてきてるので、実家に帰るとき帰りにくいですよね。誰の？え？って来てる。ん？何が？お盆ってことだよ。お盆。もう少しでお盆ですよね。そう。なんか家の近所の庭先というか玄関先に、この時期になると野菜で爪楊枝で刺してお馬さんとかなんか作るじゃない、あるじゃないですか、そのお盆の、あれは、なんて言うんだろう。わかります？よくお盆とかの時期にお墓の周りに置くやつ。野菜でさ、おもちゃみたいなの作るやつ。あれ何のためなんだろう。で、その家の近所のところに、それが出てくるから、あ、もう少しでお盆なんだなっていうのを感じれる。あ、割り箸か。そう、ナスとかキュウリとか、あれ何のためかわかりますか？ナス。お盆。ナス。あ、ナス、キュウリ。あ、帰る乗り物なんだって。ご先祖様があの世と行き来するための馬って意味。あ、そうなんだ。キュウリとナスで作る動物はお盆に家へ戻ってくるご先祖様の乗り物です。キュウリはご先祖様が早く帰ってこられるように足の速い馬として、ナスはたくさんの供物を乗せてゆっくりと戻れるように牛と見立てられていますっていう意味なんだって。知らなかった。あ、みんな知ってるんだ。私授業で習ってないかも、これは。ご先祖様が乗るものなんだって。あ、でもすごいね、知ってるね。ホーエンハイムさん、詳しい。だからもう少しでお盆だよって。お線香の CM とかやり始めたもんね。見てます？
線香、お線香の CM やってたから今日。本当に。あー、さっぱり。お腹痛い。さあ、ゆいかさん、ロンゲさん、ふからいただいてます。ギフトありがとうございます。今月末は私、夏の単独ライブが7月の30日に、初台、新宿の奥ですね、初台の方でありますので、チケットまだあると思います。全然あると思いますので、ぜひ、お時間ある方遊びに来てください。新曲披露します。はい。セットリストで、そこに、何この曲っていう曲がいきなりポンって歌われると思うので。ぜひ、見てください。配信もあるのかな、確か。ぜひぜひお待ちしてます。さあ、ギフト、ふわくわくさん、ホーエンハイムさんいただいてます。ありがとうございます。多分配信あると思いますんで。パチ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 、ありがとう、ハチ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 。ぜひお待ちしてます。7月30日ですね。状況次第では配信になるかも。うん。全然今本当に東京もコロナが増えてきてるので、無理なさらず、配信もあると思いますので、ぜひそちらの方で見ていただけたらな。かかっちゃったらね、やつ。よろしくお願いします。さあ、そんな感じです。今日は髪を切り立ての自慢配信でした。自慢っていうか、普通に髪切ったよ配信報告。髪美容室行った後の髪切りたての日のお風呂がすごい好きです。わかるかな、髪の毛洗った時にあれスカスカっていう感じの感覚がすごい好き私。みんなもちゃんと熱中症対策してください。髪ポーズにした方がいいかも、暑いから。まあ、そんな感じです。ただそれだけの配信でした。もう夕方ですが、3時。もう少しで夕方だけど、まだまだ暑いので、熱中症対策してください。ありがとうございました、皆さん。ボブ嫌いなの？ターボジェット様、ありがとうございます。ボブ嫌いなんだって。いるよね、でもね。さあ、みんな、ありがとう。午後も頑張ってください。ギフトくださった皆様、ありがとうございます。お久々に見れてよかった。そう、全然配信が滞っちゃって、最近できてなくて。みんなありがとうございます。午後も頑張ってください。それでは、切ります。短かった。おやすみなさい。